サム・ジョンストンは、イングランドプレストン出身のサッカー選手。ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2011年7月26日、ゴールキーパーの負傷者が相次ぎ辞任不足となった、フットボールリーグ1のオールダムアスレティック AFC に期限付き移籍。同年9月9日には、スカンソープユナイテッド FC のファーストチョイスであった。ジョシュ・リリスが負傷により長期離脱したため、期限付き移籍した。2014年1月31日、チャンピオンシップのドンカスター・ローバーズ FC に4週間の期限付き移籍することが決定。4月4日、シーズン終了までローン期間が延長された。10月27日、翌年1月までの短期レンタルでドンカスターに再び加入した。2018年7月3日、フットボールリーグチャンピオンシップに降格した、ウエストブロムウィッチアルビオン FC に移籍した。2020から21シーズン、プレミアリーグ最多のシーズン148セーブを記録する活躍を見せた。2021年6月、UEFA ユーロ2020のメンバーに選出されると、大会直前に行われたルーマニアとの親善試合で、A 代表初出場を果たした。ありがとうございます。